ジカルリペア、スナイプ、スナイプ、ボルカノン、通信が回復した？うん、倒した。ロスコル？問題なし。ああ、問題なし。ロスコル、どうしたの？なんでもないって。気にしない、気にしない。さあ、救難信号も捕まえた。誘導するからな。気にしないでくれ。本当、気にされると俺も気になる。失敗しちゃった。シズたちに気づかれたかな。まあいっか、ちょっと休みよっと。じゃあ、誘導を始める。大丈夫。俺を信じて。まず、おお、何？何？なんかあった？こっち会長にして快適最高。って、それよりも。うん、そのまま直進。まっすぐまっすぐ、タリホウ。
大変だよな。一面の雪景色、目印になるものは何もない。不安だろ。別に。ああそう、ロスコルに従っていればいつか着く。そこから十字の方向へ進んでくれないか。なんかこう大きめの四角いものが反応してるんだ。危険はないみたいだけど用心してくれよ。何が見える？四角いものの正体。コンテナ？コンテナというものだと思う。なるほど、コンテナね。あちこちにあるんだよな。うん、これは誘導に使えるな。そのまままっすぐ向かってくれ。こちらロスコル。ちょっと手が離せないというか、目が離せないというか、方向は合ってるからそのまま進んでくれ。ロスコル、ロスコル。PSS コール、こちらマリオン、聞こえるか？市長。状況は？女はまだ見つからない。それにロスコルの誘導がなくなった。敵はいるのか？今はいない。では聞いてくれ。時間がなさそうだ。まだ若い頃、この戦争が始まる前に私はノアプロジェクトに参加していた。プロジェクトの目的は滅びゆく生き物たちをデータ化して保存することだった。クローニングによる種の保存も試みてはいたが、技術的な問題を解決できずにいた時代のことだ。うん。昔ホッキョクグマという動物がいた。地上で最も強く、しかし最も孤独な生き物だ。我々はそのデータを手に入れようとしたのだ。最後の一頭、最後のチャンスだった。 DNA サンプルを少々と、生体からしか得られない情報を可能な限り正確に、可能な限り大量にな。我々はクマに麻酔弾を打ち込んで眠らせ、プロジェクト専用モービルに運び込んだ。データ採取作業は順調に進んでいた。しかし我々、いや私はミスを犯していた。巨大なクマ相手に私が使ったのは中型重要の麻酔弾だった。間もなく作業が終わるという時、あいつは目を。市長、のんきに昔話かよ。奴ら機内に入ってくる気だ。早く貨物室へ。老兵は貨物ではない。銃をよこせ。ふん、ご勝手に。おい姉ちゃん、
私？女とロスコルを頼んだぞ。うん。責任持ってくっつけろと言いてえが、お前さんには無理だろうな。とにかく二人を守ってくれ。あとは奴らが考えるだろうよ。クソ、来やがった。フォボス、マリオン市長。お嬢さん、お待たせ。ロスコル。さて、誘導再開だ。ロスコル、ドラコが大変みたい。大丈夫かな。敵が中まで入ってくるって。フォボスが何とかするさ。あいつは最強の兵士だからな。さあ、任務に集中しよう。そのまままっすぐ進んでくれ。オーケー。次はそこから9時の方向。ようやく半分ってとこだな。じゃあまっすぐ進んで。そこからコンテナは見えるか？かなり遠いけど。うん。見えたら道を外れないように気をつけて進むんだ。間違えたかも。なんだよ、悪かったよ。8時の方向に別のコンテナがある。そっちへ向かっていただけますか？了解。じゃあ次は7時の方向に進んでくれ。次のコンテナは少し遠いぞ。よし、 OK。 もう少しで発信源だ。次は9時の方向。キャリーホーム。いいぞ。そのまままっすぐ行けば発信源だ。了解。そういえばさっき市長と何か話してたが。ホッキョクグマの話。ああ、あれ、人に歴史ありだよな。そこ、何がある？うん、やった！それだよ、それ。中に女性がいるはずだから、保護してくれ。保護って、どうすればいい？救助要請。私はナナグレイ。誰か聞いていますか？救助要請。
私はナナグレイ。ギブソン博士。フォボス、発信源には誰もいなかった。どうすればいい？悪い、今考えられない。お嬢さん、ロスコル、聞こえるか？うん、聞こえる。こっちはもう終わりだ。生き延びろよ、お二人さん。フォボス、簡単に諦めるな。簡単じゃねえよ。そろそろ来るんじゃない？ガリ、ナフェの気配が消えた。そうだといいけど。